6月21日午前9時48分朝からやってんね。カルマケンジってあの？いや、それがどうもその2代目らしいよ。2代目ひどいやつだったよね、カルマケンジ。ああ、そうね、迷いちゃんは言う権利があるわ、それを自分が勝つためならどんな卑怯な手だって。完璧という言葉に異常にこだわる男カルマ。記録上は40年間完全に無敗。有罪判決の裏で一体どんな汚い手が使われたことか。2代目か、一体どんなやつなんだろう。もうダメだ、迷い様、ハミちゃんよく来てくれたね、ありがとう。だって私もう心配で。あれ、おば様は一緒じゃないの？お母様は修験者たちを見ています。2日続けて修行をお休みすることはできないって。え、じゃあ一人で？はい、お屋敷を抜け出して地図を見ながら行動力がすごいな、ハミちゃん。もしかして歩いてきたの？まさか、もちろん走ってきました2時間の距離、電車で2時間かかるんだぞハミちゃん、あの電車は？はい、電車ですか？本当に世間知らずなんだね。ダメだこりゃ、そろそろお時間ですね。うー、怖いなカルマケンジ、何するかわかんないもん。私やっぱり三剣ケンジが良かったよ。三剣ケンジさんってどなたですか？なるほどくんのライバルでも親友なの。みっちゃん、いや今でもはっきり覚えてるよ。ここのシーンすげえ好き。最後の最後までそれは大変な裁判ばっかり。かっこいい。とまあこんな感じでさ、宿命のライバルだよね。迷いちゃん、その名前は口にしないで。なるほどくん、どうしたの？なるほどくん、ごめん、まゆいちゃんは知らなかったかもしれないね。あいつはもういないんだよ、どこにも。ちょっと待ってよ、それってどういう？開廷時間です、法廷入ってください。ここ気になるよな、俺も初めてやった時へへってなったもん。行こう、今はそんな話をしてる時じゃない。なるほどくん、まあね、この件についてはあと後々わかるでしょう。さあ、ということで、さあ対面にはこれより綾里迷いの法廷を開廷します。検察側、弁護側とも、準備の方はよろしいですかな。出ました、肩パッドなんだこの女の子は。ほら、準備はできているのですか、なるほどくん。あ、すみません、なんで僕ばっかり怒るんだよなるほど龍一、私が女なので驚いている。そんなところね、ここのクシャってやるところの癖がさ、カルマと一緒なんだよな、カルマゴーと。ってことはやっぱりこの子がカルマケンジの。私の名前はカルマメイ、天才ケンジよ私がアメリカの検事局を捨ててこの国へ来た理由はただ一つ、復讐よ。復讐？父親カルマゴーのことか。個人的なことならば後ほどゆっくりと。発信！発言中よ無知を使うんですねこの女の子は。邪魔するとこの無知が物を言うわ無知じゃなくて口で物を言ってくれ痛え射程が遠いんだよ。私は必ずあなたを倒す、覚悟することね。なるほど龍一、メイちゃん。ではカルマケンジ、冒頭弁論をお願いします。カルマの血を引く者は一つの宿命を負っている、それはすなわち完璧な立証。被告人綾里迷いに罪を逃れる道はないと宣言するわ。わかりました。ところで弁護人、はい、弁護側の主張ですが完全無罪ということでいいのですか？まあ、やったけど助領釈放の余地があるみたいな、そういういろんなやつがあるだろうけど、まあ、迷いちゃんを信じよう。バカほどバカゆえにバカな夢を見るもの。今から10分以内弁護人は意見を変えざるを得なくなる。そう、正当防衛という逃げ道にね。正当防衛。
命が危険にさらされた時、自衛のために相手を死なせること。確かにその方が証明しやすいけど、弁護側はあくまでも完全無罪を主張します。正当防衛は殺したと認めてしまうわけだからな。迷いちゃんを人殺しにするわけには絶対にいかない。愚かな。じゃあ最初の証人を呼ぶわ。なるほど、龍一、親父と違って息がいいな親父も親父で息が良かったからな証人、名前と職業は。は、名前は糸のこぎり圭介、所轄署の刑事っす。うわそんなことはどうでもよろしや。SS の身だな。 SS の身の能力者だな。さっさと事件の説明をなさい。了解っす。言えって言われたのに。では現場の上面図を見てもらうっす。対面の座には窓がなく、扉には鍵がかかっていたっす。事件が起こった時、部屋の中には被害者と被告しかいなかったっす。うん、二人はそこで何をしていたんですか。は、そのちょっと霊媒をっすね。霊媒裁判長、うさんくさそうな顔してるな。え、とにかく霊媒が始まって数分後、部屋の中から銃声がしたっす。ドアをぶっ壊して数名の証人が部屋に踏み込むと、被害者はすでに亡くなっていたと。うんうん、そうだね。これ以上ないぐらい明白な事件ですな。証拠品、上面図を、法廷記録にファイルしました。それで被害者はどうやって殺害されたのですか。上面図ちょっと見てみようか。あ、これだけか。オッケーオッケー。よいしょ。それが少々込み入ってるっす。さっさとそれを証言なさい。さあ、ここから証言が始まりますぞ。とりあえずは情報収集したいかな。直接の死因はこめかみに打ち込まれたピストルの弾丸っす。弾丸はかなり至近距離から撃たれているっす。ただ被害者は撃たれる前に胸を刺されているっす。傷はかなりひどかったっすが、即死には至らなかったっす。犯人はとどめを刺すためにピストルを使ったっす。なるほどね。刺してから死ななかったからピストルを撃ったと。ピストルで撃たれる前に刺されているんですか。これが被害者の解剖記録っす。出てきたね。胸を刺された後、至近距離からこめかみをピストルで撃たれている。受理します。では弁護人、尋問を。話を聞きたいところはまあぼちぼちあるが、ちょっと気になるところから言ってみようかな。こめかみ、かなり至近距離、これちょっと聞いてみたいね。至近距離ってどれぐらいですか。30-50cm、めっちゃ近いね。どうしてそんなことがわかるんですか。ふやれやれ、なるほど龍一、バカな国のバカのバカさ加減にはうんざりするわね。なんだと。口に出して読みたい日本語だな焦げ跡。焦げ跡？至近距離で弾丸を撃ち込まれると弾痕の周りに焦げ跡がつく。弾丸は火薬の爆発で熱くなるっすから、被害者のこみかめははっきり焦げていたっす。近くで撃つとそうなるの。初めて聞く。嘘だろ、弁護士として殺人事件しか取り扱ってないのに。胸を刺されているっす。はい、刺された。その凶器はどんなものですか。この果物ナイフっす。うむ、そのナイフはどなたの。どうやら綾里家のものらしいっす。もちろん綾里迷いの指紋がべったりっす。ふむ、べっとり。不利だな。どうしたの。なるほど龍一、傷はかなりひどかったすが、即死には至らなかったと。どれくらいの傷だったんですか。あと1センチ右ならば心臓ぐさり。意外とでもなんか刃渡りってなんか横にして刺さないといけないらしいね。なんか刃物で人を刺すときってなんかインターネットに書いてありました。とても反撃なんて無理っす。きっと立ってられなかったっす。完全に殺意を持って刺している。なるほどね。とどめを刺すためにピストルを使った。ピストルより刺された方が先、間違いありませんか。間違いないっす。傷を調べればそれぐらいはすぐにわかるっす。バカはバカのバカげた意見をありがたく聞くものみたいね。そもそもこめかみを至近距離で撃たれれば即死。ナイフとピストル、どちらが先か考えるまでもない。というかもう少し考えなさい。なるほど龍一ムカつくなとにかく今のところ証言に怪しいところはない。今は凶器に関する情報を集めよう。じゃあここも聞いてみようか。ここで全部揺さぶったかな。誰のものだったんですか、ピストルは。被害者、桐崎医師。被害者がピストルを。すげえな。
この国でピストル持つってやばくない？あ、かわいい声。なぜピストルを持っていたか、そんなことどうでもよろしい。それよりそのピストルに付着していた指紋、そちらに注目してくれるかしら。というか注目しなさい。指紋ですか、もしかして。ピストルのグリップには被害者の指紋と一緒に綾瀬と迷いの指紋が残されていたっす。不利だね。ふむ、凶器のピストルに、被告の指紋ですか。しまった、罠だったか。まあ情報はそこまで、殺害された方法についてはこれではっきりしました。2つの凶器を証拠として提出するっす。わかりました、受理しましょう。凶器、2発発砲されており、迷いと切り裂きの指紋が付着。はいはいはい。凶器、小型の果物ナイフ、迷いの指紋が付着している。はいはい。死亡推定時刻は6月19日の午後3時15分。証人たちが2発の銃声を聞いた時刻に間違いないわ。そして2つの凶器に、被告人の指紋ですか。ふむ、まさに完璧ですな。おお、当然。まずい。事件がシンプルなだけに付け入る隙が全くない。裁判長、遠慮なくそのハンマーを叩いていいわ。もう議論の余地はないものね。確かにそうですね。弁護人、はい。これでもまだあなたは完全無罪を主張するのですか？正直なところそれでは勝ち目がないと思いますがね。そんなことを裁判長言っていいのか。予言は当たったよね。なるほど、龍一。10分以内にあなたは意見を変えざるを得なくなる。どうしますか弁護人。正当防衛に主張を変えるなら今ならば聞き入れましょう。これが最後のチャンスです。この決断は大きい。よく考えるんだ。完全無罪に決まってんだろ。迷いちゃんを犯罪者にしてたまるか。正当防衛を主張するということは、つまり殺害を事実として認めてしまうことになる。迷いちゃんはこれからの一生を殺人者として生きることに。そんなこと絶対させないからな。そんなことできるわけがない。裁判長、決断しましたか弁護人。弁護側の主張は変わりません。完全無罪以外にありえない。今この瞬間勝負は決した。刑事、最後の証言をとどめを刺すの。了解っす。ちょっと進行役はこの私が。スパンいいやっぱりいいです。最後の証言をしてください。綾瀬と迷いの有罪を立証するもう一つの証拠について、どんなのが飛び出てくるんだろうか。残念ながらさらに強力な証拠があるっす。被告が現場で着ていた装束を見てほしいっす。見ての通り血痕が付着しているっす。被告は明らかに無抵抗の被害者を殺害したっす。無抵抗なんだろうか。これですか。確かに返り血がついていますね。綾瀬と迷いが犯行に関わってる証拠っす。わかりました、受理しましょう。着ていた装束、血痕が付着している。いかがですか弁護人。指紋のついた2つの凶器に血まみれの装束、これ以上最悪の状況がありえるか。言葉もないみたいね。検察側の証言はこれが最後のはずよ。せいぜいあがくことね。なるほど龍一。だいぶフェアなんだよな。めいちゃん、頼むからフルネームで呼ぶのやめてくれ。なるほど龍一って、でもめっちゃ言いたくなるよな。なるほど龍一。なるほどなのかな。なるほど、なるほどか。じゃあ突き詰めていきましょう。だからさっさとそれを証言してください。今からするっす。今日の弁護人はなんか怖いっす。まあ弁護人、そう興奮しないで。わかりました。そんなに睨まないように。装束を見てほしいっす。迷いちゃんの装束、そうっす。我々が駆けつけた時に着ていたっす。迷いちゃん今日も同じ格好していたな。あれ以来着ちゃいけない決まりでもあるのかな。俺もでも下着は全部ユニクロのエアリズム着てるけどな。そういうあれなんじゃないか。俺と一緒に住んだって話か。血痕が付着してるっす。その装束についてる血は、科学分析の結果被害者のものであると断定されているっす。まあ返り血みたいな感じになってるのかな。ふむ、被告の装束に、被害者の血がね。これもかなり不利だぞ。他に何か手がかりになるようなものは。そうっすね。あ、どうしたメイちゃん。変わったことがあるならとっくに証言している。時間の無駄、次行きなさい。
カルマケンビは噛みすぎだな。カルマケンジは完璧主義ですからね。くそ、裁判長もケンジの味方か。下手に食い下がるのも危険だけどどうする？食い下がってみましょう。カルマケンジ、今までほとんど口を挟まなかった。ここで突然の異議あり、何かあるのかもしれない。逆説的にね。あ、この装束何か手がかりにはないのか？よく見るんだ。なるほど、くん。その装束を穴の開くほど見つめても仕方ありません。確かに今よく見たら、この装束には問題がある。ある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 。裁判長、この証拠品には大きな問題があります。なんですって？どういうことっす？一体何が問題だというのですか？どうやら目の前に突きつけてやる必要があるな。どれ？この装束がはらんでる問題点とは？くらえ！なんか開いてるね。虫が食べてるね。この装束のたもとを見て、たもとって言うんだな。なんか温泉街行った時、財布と携帯入れる場所って呼んでるわ俺。たもとって言うんだ。小さな穴が開いています。あ、穴っすか？報告書には書いてなかったっす。待ってください。この穴の周り、かすかに火薬の匂いがします。実際に見てんだ裁判長。火薬？聞いてないっす。火薬の匂いがする穴、どうやら見つけたぞ。やつらの穴を。なんかダブルミーニング多いよな。当然それは弾丸によるもの、弾痕と考えるべきです。穴が開いてるし、至近距離で撃たれたってことだよな。重大なことです。どうやら法廷記憶に情報を加えた方がいいですね。詳細で内容を見ることができる。すまねっす、我々の見落としっす。カルマのやつ笑ってる。もしかして知ってたのか？胸を張りなさい刑事。そんな些細な穴、証拠の持つ力は変わらない。証言を続けて。今のは矛盾ではないわ。突っ込んでけ、突っ込み男。バカな、こんな大きい見落としを。確かにこれは警察の密です。しかしカルマケンジの言うように、この証拠の発言力は変わりま、まあそれはそうなんだよな。もっと決定的な矛盾でもない限りは。そんな。証人、証言を続けてください。はあ。明らかに無抵抗の、結婚、無抵抗の被害、被害者を殺害したっす。意味合いが変わってくるね。なぜなら撃たれているからね。意義あり。糸のこぎり刑事。なんすか？フルネームで呼ばれるとなんかちょっと不気味っす。無抵抗な被害者を殺害した。そう証言しましたね。そっす。じゃあ警察が見落としたこの弾痕はどうなるんですか？どういうことっすか？いいですか？弾痕があるということは被害者は発砲したわけです。俺のどこが無抵抗の被害者なんですか？やられたっす。確かにその通りです。被告に向かって発砲したとなると状況は変わってきますね。やったぞ、これで風向きが。なんだあのご苦労様と言わんばかりのため息は。ご苦労様、なるほど龍一。どういうことですかカルマケンジ。どうやら綾里迷いは被害者に撃たれたみたいね。それなら正当防衛が成立するかもしれない。その通りです。でも覚えているでしょ、そこの弁護人は、弁護士ははっきりと言った。正当防衛ではなく完全無罪を主張するって。あ、そういえばそうでした。つまり弁護側はまだ何も証明していない。そんな、確かにその通りです。それに装束に弾痕があったからといってそれで正当防衛が証明されるわけじゃない。え、そうなんですか？ハギヤ。ボケっとしてないで、さっさと事件当日に起こったことを再現なさい。新しく発見されたデータも織り込んで。え、自分がっすか？自分はその頭を使うのがハウハウ。怒ってるめいちゃん。やらせていただくっす。推測される事件の再現。被告は霊媒中、被害者の隙を見て胸でナイフで胸を刺したっす。被害者は当然最後の力を振り絞って抵抗したっす。2人は揉み合って被害者はピストルを取り出したっす。
害者は発砲したすが距離が近すぎて外したす。その隙に被告はピストル撃ってとどめを。なるほど。ふむ、筋は通っていますね。ほっ弁護人どうですか。確かに筋は通っているように聞こえる。でも絶対に認めるわけにはいかない。そんなに睨まないように。では尋問をお願いします。話を聞いていこうか。推測される事件の再現、何かおかしいところ、被害者の隙を見てナイフで胸を刺した。聞いていこうか。被告人は体格にかなり差があります。被告人の体力では、被害者を刺すのは無理です。そういえばそうっすね。にゃり、かわいい。とぼける気かしら。なるほど、龍一。あやさとまえは霊媒中だった。そうでしょ。クライン流霊媒道では受注者は高齢中体格も変化する。看護師の体格ならば切り裂き医師と争えたはずよ。よく知ってんなこいつ。そんなことまで調べているのか。完璧たるゆえん。言ったはずよ、私は完璧なの。今の話、私にはその意味が。ここ好き。何でもないです。証言を続けてください。かわいそう。最後の力を振り絞って抵抗したっす。ナイフで刺されただけでは死ななかったわけですね。ただ出血量から考えてかなりダメージがあったっす。どれくらいのダメージですか。そうそう、実はこの間献血に行ってきたっす。終わったらちょっとクラクラっとしたっす。あれの10倍くらい。もうつらいな。キャン。あ、すまねっす。二人は揉み合って被害者はピストルを取り出した。揉み合ったから血がついたと。そのピストルは一体どこから。あなたの風はどこから。あの日のために用意していたっす。ピストルをですか。闇ルートから手に入れたっす。事件の2日前に。医者も闇ルートに通じてんだな。なんかお金臓器売買とかしてそう。どうしてピストルなんか。用心のためだったのかな。距離が近すぎて外したっす。じゃあこの装束の弾痕はその時に。そう考えるのが自然っす。2人は揉み合ってその時発砲されたっす。迷いちゃん当たらなくてよかったな本当にね。あ、カルマがなんか点点点してるね。ちょっと怪しいね今の発言。その隙に被告はピストルを撃ってとどめる。ここまで見てみよう。迷いちゃんはピストルなんて撃ったことはない。安全装置は被害者が常に外していたっす。引き金さえ引ければあんたですら発砲できたっす。そうなのか、僕ですら。お分かりかしら。カルマのロジックは完璧なの。憎らしいほどもっともらしく聞こえる。でもどこかに矛盾を見つけないと。それも決定的なやつを。そうするってとピストルを取り出して、距離が近すぎて外したす。ここが怪しいな。ちょっと調べてみよう。これじゃね、迷いの装束くらえ。意義あり、意義あり。よし、装束に開いた小さな穴、これを見落としたのは致命的でしたね。まあ向こうが行ってこなかったからな。どういうことっすか。この小さな穴があなたの証言に開いた大きな穴を証明している。早く説明を。なるほど君。2人は揉み合っていて被害者が至近距離から発砲した。それならばなぜ、装束の弾痕に焦げ跡がないのか。そう、穴しか開いてないからな。さっき言ってたもんな、焦げ跡っすか。さっきあなたはこう証言したはずです。至近距離から撃たれた弾痕には焦げ跡ができると。うわ、この装束の弾痕には焦げ跡なんてない。周りが黒くなってないとおかしいってことかな。確かにその通りです。となるとどういうことに。発砲された時2人はかなり離れていたことになります。ふむ、がっかりね。なるほど龍一、そんなことで私のロジックに穴が開くと思って。その程度のことを何とでも説明がつくでしょう。それなら何とでも説明してもらいましょう。なるほど君のこの顔。例えばそうね、揉み合っている時被害者が被告人を突き飛ばした。そして距離が空いた時に撃った。どう。さあ、お話になりませんね。証言では被害者は刺された時かなりダメージを受けていた。被告人を遠くまで突き飛ばす力など残っていない。
メイちゃん弱いこう、うーって意外とひるみモーションが早いんだよね。じゃあそうね。そう、被告の方から離れた。ナイフで刺した後、彼女は一度切り裂き医師と距離を取った。そしてナイフを構え直して再び襲いかかったのよ。その時被害者は発砲した。これなら問題ないでしょ。ふむ、それなら筋が通るようです。いかがですか、なるほど君。ここは間違いは許されない。じっくり急いで考えるんだ。矛盾してるな。ドン。春馬検事の説明には致命的な矛盾があります。致命的な矛盾。面白い。じゃあ見せてもらおうじゃない。私の説明に矛盾する証拠品を。さっきのカムルマーの説明にはどこかに矛盾があるはず。被告はとどめを刺す前に被害者と距離を取った。そしてもう一度襲いかかったところを撃たれた。この説明に矛盾する証拠品はズバリこいつか。足元20センチほどの高さに弾孔が開いてる。これだ。その証拠はこれです。何ですか、屏風。重要なのは屏風に開いている穴です。ああどうやら分かったようですね。え、何がすか説明をこの人たち本当にわからないのか弾丸は被告のたもとを貫いた後屏風に当たった。床から20センチほどのところに。ということは発砲された時、迷いちゃん、いや被告は襲いかかるどころかしゃがみ込んでいたことになる。ね、低いところに穴が開いてるから低いところにピストルが撃たれたってことだもんな。静粛に。確かにそういうことになります。現場の上面図を見てください。銃を撃った時、切り裂き石はこの辺りにいました。まあ血の跡もあったしね。弾丸は屏風に当たりました。屏風のこの位置、高さは床から20センチ超遠いよね。その瞬間被告はこの辺りにいたはずです。まあ撃たれたとするんであれば、まあこの辺だよな。暗い。もちろんここ屏風の近くです。ちょっと待ちなさい。被害者が腰を低くしていたのは弾痕の高さから推測できる。でも被害者との距離はどうなの。もっと被害者と近い位置にいたかもしれないじゃない。それはありえません。なぜ。理由は君が一番よく知ってるはずだ、カルマケンジ。近い距離から撃たれた弾痕には焦げ跡ができる。しかしこの装束の弾痕にそんなものは見当たらない。つまり距離は離れていたということがわかる。このなるほど龍一がふむ。被害者が発砲された瞬間、被告は離れた場所にいた。それは立証されたようです。しかし被告の状況は変わらないと思いますか。全く変わるでしょう、そんなの。冗談じゃありません。状況は全く変わります。いいですか、被害者は刺されて死にかけていた。もし殺害するつもりならばナイフでとどめを刺せばいい。しかし実際はどうだったでしょう。被告は屏風のそばでしゃがんでいたっす。その通り。もし綾里迷いが犯人ならば、なぜとどめを刺さず屏風のそばでしゃがみ込んでいたのか。屏風って言いにく。坊主が屏風に上手に屏風だ。確かに不可解ですね。きっと何か事情があったっす。その事情を立証するのがあなたの仕事です。よし、これで判決は完全に。あ、元気になっちゃったね、めいちゃん。判決は完全にわからなくなったな。さすがね、なるほど龍一。何もないゼロの状況からここまで持ち直すとは。パパを手こずらせただけのことはある。楽しいわ。出た、親父譲りの嫌味な薄笑い血を引いてるな、刑事。よくも私の完璧なロジックを傷つけてくれたわね。え、自分のせいっすか。とりあえずその中途半端なヒゲを剃っておきなさい。お仕置きはその後。お仕置きされちゃうの。お仕置き確かに糸の子さんよ。そういえば武将髭がちょっとだけ生えてんだな。じゃあ裁判長、この刑事の顔も見飽きたし、そろそろ次の証人を呼ばせてもらうわ。次の証人。そうか、夏美さんだな。そう、なっちゃんがいるからね。ここで5分間の休憩を取りましょう。次の証人の話を聞くのはそれからにします。一
旦はどうにかなったっぽいな。さあ次は夏美さんの写真がおそらく論点になってくるでしょうということで、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。